ールだ。こんにちは、神田です。今日は昨日最後に触れた広島の野津田選手のことから見える広島のサッカースタイルについてお伝えしようと思います。広島の生え抜きの7番野津田選手が昨シーズンから神田が見ている限り躍動しているなと思っております。一時は2シャドウのポジションからボランチへコンバートされて、5月7日の鹿島戦からの中盤の底のアンカーを務めています。神田の野津田選手のイメージは無尽蔵の運動量と磨き上げた守備スキル、そこに持ち味の攻撃センスと左足の爆発力がある選手。昨シーズンから好調の広島を支える中盤の心臓として覚醒していると思います。広島の分岐点となった試合は、神田が見る限りは昨シーズンの福岡戦だったと思います。福岡の長谷部監督は広島の対策のためにフォーメーションシステムを5-4-1に変えて臨んでいました。相手の良さを消して自分たちの良さを出していくためと長谷部監督は試合前に語っていました。福岡は長谷部監督の狙いがまさに的中しました。センターバック宮選手、ドーグラス・グローリー選手、奈良選手の3枚を並べ広島の前線に対応していき、前島選手や七選手も下がって広島の藤井選手や東選手のワイドアタッカーを見事に封じていました。新潟もプランの中で広島のウィングバックをどう抑えていくか、そこは対策として福岡がやっていたようなことを考えている可能性があると思います。福岡が明確にやっていたことが、前線からのプレッシングもあるゾーンまで行うが、そこからはさっと引いて自陣ペナルティエリア前にコンパクトな守備ブロックを構築して、長いボールを駆使して相手の守備ラインを裏返すことを徹底的にやっていました。広島のように敵陣でのサッカーを志向する相手に対しては、ある意味で理にかなっていると言える対策だと思いました。実際に広島もボールを握っているものの、打開策を打つことはなかなか難しい状況に陥っていたと思います。この閉塞感を打破したのが野津田選手。福岡が自陣でビルドアップしている時に、右サイドでボールを受けたボランチ前選手に対して、広島の森島選手が激しいスプリントでプレッシングに行ったことが伏線。この時野津田選手はセンターサークルの中にいたはずです。森島選手のプレスを見て連動し、
野津田選手もまたスプリントをかけてプレッシングに行き、前からボールを受けようとしていた中村選手に圧力をかけに行った。舞選手としては中村選手にボールを預けて動き、いい位置でリターンを受けたかったはず。だが野津田選手の迫力の前に躊躇し、ほんの一瞬迷いが生じたんだと思います。野津田選手はその迷いを見逃さなかった。フルパワーでスライディングタックルをして完璧にボールを捉え、福岡のキャプテンは吹き飛ばされました。ボールはカリワ選手が収めて、この瞬間広島は3対2の局面を迎えて、三津田選手が豪快に右足シュートを突き刺した。難攻不落と思われた福岡のブロックに風穴を開けたのは、守備の課題をずっと指摘され続けていた野津田選手。福岡が渡里選手のゴールで追いつき、再び膠着状態に入ったゲームを動かしたのもまた野津田選手でした。福岡が勝ち点3を狙って前からプレッシングをかけてきた77分、広島はゴールキーパー大迫選手から佐々木選手、野津田選手、三津田選手と軽快にパスをつないでプレスを剥がしていく。前に行かせまいと福岡奈良選手が広島のアタッカー三津田選手に圧力をかけに行った後に、できたスペースを野津田選手が狙っていた。三津田選手からのパスを引き取り、福岡の奈良選手が空けたスペースにループパスを出していく。完璧に裏を取ったボールはバックスピンがかかり、飛び出していたビエイラ選手の前でピタリと合う。完全にフリーとなったストライカーは落ち着いてゴールキーパー村上選手の頭上を越すシュートを決める。 J1 最少失点を誇る福岡を3対1で粉砕した広島。J1 最少失点を誇る福岡を3対1で粉砕。その主役は紛れもなく野津田選手だったと神田は思います。野津田選手は1試合平均の走行距離は約13キロ、尋常じゃない運動量。野津田選手がアンカーを務め始めてから広島は平均得点が 2.3、平均失点が 0.4 と凄まじい数字が出ています。野津田選手は個人を見ていても、リーグ戦で4試合連続で得点に絡んだりと、その全てが勝負を決める重要なゴールとなっていました。新潟にも2017年に野津田選手は在籍していましたが、いろんなチームを渡り歩いた彼が今ようやく花開いている。新潟が勝つためにはこの野津田選手を抑えない限りかなり厳しいと神田は思います。それを踏まえて、新潟のスタメンを、広島戦のスタメンを発表していこうと思うんですけども、一応神田はこのように予想をさせていただきます。ゴールキーパー小島選手、左サイドバックに堀米選手、2センターバックが千葉選手、マイケル選手、右サイドバックに新井選手、2ボランチに高選手、秋山選手、左サイドに水戸選手、トップ下に伊藤選手、右サイドに太田選手、ワントップに谷口選手と予想します。谷口選手は、開幕戦ゴール決めてますので、気持ちよくできるんじゃないのかなと、勢いを持っていけると思いますので、ワントップ谷口選手かなと。で、トップ下は、不動の新潟の心臓となっている、伊藤選手 で太田選手は神田がライブ配信、していた時に、皆様が体調不良で、スタメンをメンバーを外れていたということをおっしゃっていたので、太田選手が、スタメンに、今シーズン初出場で、スタメンあるんじゃないのかなと。で左に水戸選手がポジションチェンジして出場かなと。で、高選手、秋山選手を予想させていただいたんですけども、先ほど言ったんですけども、あまりね、ボールを保持していくと、
広島のハイプレスに、新潟がはめられてしまって高い位置でボールを奪われていくっていう可能性があると思いますので、まあ、その辺は、まあ、松橋監督がどう考えているか分かりませんが、ある程度最初は長いボールを使いながら広島を左右に振りながら、そして空いた中のスペースを使っていくっていうことを、まあ、やっていくのかなと、まあ、神田がね広島の試合をずっと見ながら、まあ、分析していて思う部分なので、まあ、長短のパスがうまい、まあ、秋山選手が入ることで多少ねこうリズムを作っていくことができるのかなと思います。で、サイドバックのところ、右サイドバックのところを藤原選手から新井選手に変えたんですけども、まあ先ほども言いましたけども、広島はサイドバックの裏を常に狙ってきている。前半開始10分から15分ぐらいはそこの裏のスペースを狙ってきますので、その時間帯に失点をしたくないと松橋監督は考えていると思うんですよね。なので、まあ、守備が長けている新井選手が、まあ、今シーズン初スタメンで出て、まあね、バランスを取っていくっていう形になっていくのかなと。まあ、セレッソ戦で藤原選手、堀米選手が結構ね、中に絞って、ハーフスペースを2人が取っていた分、まあ、裏のスペースを、まあ、セレッソ大阪に突かれて、クロスから2失点という、ことがあったので、まあ、その辺は、今節は新井選手が出ていくことで、裏のね、スペースのカバー、そして全体の、まあ、センターバックのカバーなどを、まあ、していくんじゃないのかなと。で、センターバックのところは、まあ、マイケル選手、千葉選手かなと思います。まあ、セレッソ戦でトーマス・デン選手がサイドバックの起用もされていたので、まあ、今節もこの2人で行くんじゃないのかなと思います。特にね、悪いことはなかったと思いますし、安定していましたので、まあ、この2人を中心に守っていくのかなと。まあ、可能性的には、もしかすると、マイケル選手のところで、まあ、高見選手が出る可能性があるのかなと、神田は予想します。で、まあ、ゴールキーパーは小島選手で行くんじゃないのかなと、あくまでも素人の神田が、まあ、予測する、新潟の、広島戦のスタメン予想なんですけども、まあ、ゲームプランとしては、是が非でも、早い段階での失点は防ぎたいと思うんですよね。で、新潟は、まあ、広島の、ストーミングサッカーに、最初若干ね、手こずると思うんですよ。なので、もうやることをはっきりした方がいいと思います。ボールをつなぐところと、前に蹴って、押し上げていくこと。まあ、そこはね、しっかりはっきりしてやっていくべき。で、ライブ配信でもお伝えしましたが、ボールを保持することにこだわらずに、サッカーのね、ほんと松橋監督もおっしゃってましたけども、本当に基本的なところ、根本的なところは、相手からゴールを奪うこと、そして自陣のゴールを守ればいいので、そこをね、明確にはっきりする。で、ベクトルは必ず前。前に向けて、どれだけボールをシンプルに前に運んでいけるか。で、プレッシャーがね、かなり厳しく来ると思いますが、もうミスすることを恐れずに、強い気持ちを持ってボールを前に押し運んでほしいです。そこができれば、神田は、必ず広島に勝てると思います。で、ちょっと今日ね、スコア予想をしようと思ったんですけども、ちょっと直前までね、待ってもらいたいなと。もうちょっと広島のことを分析して、明日の動画、試合前に、まあ、スコア予想をお伝えできたらなと思います。まあ、本日もね、かなり長い動画になりましたが、皆さんどうでしょうか？お役に立ってますかね？今シーズンも。今季のね、こういった動画。またね、よかったら、コメント欄の方で、こういった内容を上げてくださいとか、書いてくださると、神田もね、参考になりますので、よかったら、その辺も含めて、コメントの方、よろしくお願いいたします。いいねと、チャンネル登録の方だけ、よろしくお願いいたします。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。それでは、また。